小川選手どうしたんですか。全然通じなかった。皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。前回に引き続きケモスターのセロを借りて林道ツーリングを楽しんでいきます。しかし終始グダグダな小川チャンネル、一日中転びっぱなしでした。大爆笑林道部の茶番劇、それでは暇つぶしにご覧ください。おかチャンネル。いいよ、ちょっとアイドル撮ってよ。アイドル撮る。さて、ここからちょっとカザックを追いかけていきます。カザックの、ね、スーパーテクニックをね、撮っていきましょう。あのね、エンデューロバイクなのにトライアルみたいな動きをね、時折するんですよ、この男。下っていく。こっちの方がフリーライドよりなんか扱いやすいですね。扱いやすさ全然ある。なんでだろう、全然違うな。あべ、ニュートラルになった。楽しいな、でもセロフリーライドになんかいろいろ、なんか俺こっちの方が操れるな。なんでだろう。小川選手どうしたんですか。全然通じなかった。15万円だよ、今3回倒してるからね。危ね、危ね。結構なやつだね。どこまで登るのこれ。スーチャー上。マジで。うわ、危ねえ。左斜めに行くの。もう行けるって感じだね。ああ、まあ行けるっしょみたいな。さて、カザック選手のヒルクライムアタック。今日結構路面が濡れてるんで気合だけは十分。さて行く。超うまいんだけど。よかったね。
上級者だね、もう上級者、ね、我々ちょっと落ち込むね、これ林道ぐらいだね。ちょっと今のだって G ネットとかで見るアクセルの使い方だったもんね、体と林道の帝王ですから。すごいね、でもちょっとこれは手つけらんないね。うますぎだわ。あれ、カザクもドヤ顔ドヤ顔。いや俺ちょっといける気しないわ。うまいね、しかしトライアル選手みたい。最後転んだけど、あのセロおじさんってすごいんだね。谷川に落っこちるやつだよね。絵になるから絵になるから。よっしゃ行くよ。そしたらあ、危ない、これ無理じゃない。超うまい。超うまい。みんな激うまじゃん。俺はなったよ。そんな軽い。俺も、ああ今日ダメなやつだ。今日ダメな日、超滑る日、今日超滑る日です今日。
はい、ということでね、無事なんとかツルツル坂を登ることができました。で、部長がね今アタックしてきてます。いけるか。今日ねツヤツヤなんで、あそこの辺でほら屋台がねズルっていくんですよ。あ、でもうまいな、超うまくなった、超うまくなってる、余裕だわ。さて次はコージーが来ました。そこでトロトロいけるか。開けちゃうと落ちるんだよね。そうこうなるんです、こここれがとてもいい見本ですやり直しあ投げ倒していくおいでしょ、こうおいファイターファイターアクセル開けろ逆やブロック1個右何回か頑張れ。本当ですすげえすげえ向こうからファイトーっつったら一発でって帰ってくるファイトー